坂、菅井優香、喫水のお嬢様が初写真集。水着姿も。欅坂46のキャプテン、菅井優香、22、初の写真集が、6月5日に発売されることが、10日、わかった。グループきっての、お嬢様キャラらしく、憧れの国だったというフランスで撮影。上品さと、癒し要素が溢れる内容となっている。撮影は昨年、11月に行った。パリの街並みをはじめ、エッフェル塔や凱旋門、シャンティ城など、世界的な名所を訪れ自然体の表情を見せている。初披露となる水着姿や、ビクビレがあらわになったランジェリーショットも掲載される予定だ。菅井は、上品な仕草や言葉遣いと、天然な一面が愛されている人気メンバーだ。喫水のお嬢様として知られ、小5から始めた乗馬が特技。ファンや共演者から、菅井様、と、呼ばれることもある。写真集担当者は、まるでお嬢様、初めてのフランス旅行に帯同するかのような、上品で欲張りな内容です。と話す。欅坂46では、渡辺里香、22、長浜ねる、19、に続いて、3人目のソロ写真集となる、乃木坂46を含めた、坂道シリーズメンバーの写真集は、軒並みヒットを記録しており、売り上げも注目されそうだ。菅井は、歴史ある厩舎で大好きな馬と、触れ合ったり、本場のクロワッサンやワインをいただいたり、素敵なプールで泳いだり、この撮影で、人生初めて、をたくさん経験しました。と、振り返り、私と、一緒にフランスを旅していただけませんか?と、上品にアピールした。Thank you.